どうもこんにちは、特化軍です。皆様、事件です。なんと、なんと、なんと、私の母校静川高校があのペヤング焼きそばとコラボいたしました。ありえない、ありえない。あの泣く子も黙るペヤング焼きそばと小さい高校なんですよ、コラボいたしまして、タコ飯風焼きそばとして発売されました。ね、こんな岩戸さ、これ多分ね、荒島の方の海かな。で、うちの地元ね、タコがね、とても名産なんですよ。なんでこんな異色なコラボがあったのかと。宮城県の南三陸町、静川高校、無類のペヤング好きという顧問の根本先生と部員らが、部員ら、商業部の共同開発で誕生。ちょっと、すごいな、商業部。約60種類もの商品案を丸が食品に提案した。すごい。60種類もレシピをね。誰でも食べやすい濃い口醤油味ソースが効いていて、タコボールがとても柔らかくて美味しい。素晴らしいな、これは。すごいね。私の同級生、静岡高校の先生なんですけど、佐田信先生じゃないんですか？ドドン！やってまいりました。ペヤング焼きそば、タコ飯風。ねえ、岩場と海とタコ。これが、だから静川の海ってことでしょ？うわ、すごいね。ペヤング焼きそばにこの、宇治の高校のマークがつくとは。これはもう、宇治の地元ひっくり返るよ。ちなみになんですが、宇治のお母さんのお父さんは、タコを取るのがうますぎて、タコ取り名人と、呼ばれていたそうなんですけどね。うちのお母さんのお父さんもびっくりだろう。さあ、それではこちら、開けていきましょう。開封用意、開封います。タコ飯、なんかちょっと破るのもったいないね、こうなってくるとね。これ今地元で これ額縁に飾ってんでねえの、この南三陸町民、これ額縁に貼ってんでねえのかな。ねえ、開封用意、開封。ちょっとね、これどうなの、これは。よいしょ、どうでしょう。ほうほう、きたきたきた、ペヤングだぜ。ここはソース、なんか明るい感じがする。ほう、これが、これが静川高校が、商業部の皆さんが開発したこちら。なんか丸い、あ、これなんか豪華だね。開封、開封、着、今。ほう、あ、人参とネギとタコボール、豆乳、よい、豆乳で、この中にこう入れますね。久しぶりだな、焼きそばにお湯入れたの。うわ、タコボ、これ具結構多く感じるね。よし、来ました。見せてくれ、静川高校。開封よい、開封。はえあれや、はえあれや、静川高校。おー、いいね。めちゃくちゃ具多く見えるね。で、ここに、よいしょ。お、さらっとしてる。あ、え、なんか青のりみたいな匂いする。のり塩みたいな匂いします。はい、サラサラしてる。よし、で、これを混ぜます。いや、これはうまいだろう。タコに合わせて和風醤油ということで。はい、出来上がりました。静川高校とマルカ食品コラボのペヤング焼きそば、タコ飯風。このタコふわ、なんかね、ちょっと見えるね、中に。タコの、この感じと、周りのふわっとしたような感じ。と、ネギと、このタコだよね。これすごい入ってます。タコのこの細かい感じ見えますね。うん。あと、こう、ふわっとしてるような弾力がありそうな周り。あと、ネギと人参です。これはいいぞ。さあ、それではこちら、いただきます。やっぱね、卒業生としてはね、まあ、こっからは、戦闘糧食会の貝原雄山として、厳しめにね、行かせていただきます。すごいね。あ、タコの匂い。なんだ、なんかちょっと生姜の匂いするような。なんか和風のような生姜のような。いただきます。うわぁ、これはなかなか食べないとわかんない。このタコボールがね、素晴らしくこう、絶妙な、もう、お湯で戻したとは思えないほどの弾力を、タコの風味、
広がるタコの風味、そしてこのネギの匂い、なんだろう、このタコ飯だからっていうのもあって、磯の香りがかなり、タコのねこの香りと、あとこのソースがね、ネギなのか生姜なのか、なんかほのかに感じるような、かなり塩、これは間違いない、静川のタコ飯だ。あ、うまい、よく考えたな、これすごいな。厳しめにね、言わせていただきます。めっちゃうまい。厳しめにね、言わせていただきます。このタコの、このタコボールの食感すごい、弾力とこの全体に広がるタコの旨味と、厳しめにね、言わせていただきます。これはね、うちの地元ね、その炊き込み結構あるからね、タコ飯ね。いや最高だね。なんでこのネギが強いからなのかな、生姜ちょっと入ってるような気もするんだけどな、なんかその風味が、うん、うまい。これは元文化部、そう文芸部の私が食べてもね、これはねうまいですね。いやー、商業部すごいね。はい、完食。いや、びっくりしました。このね、地元のあの食べ方というか、まさかタコ飯味がね、そしてこの焼きそばになるとは思いませんでした。タコの味がもうタコ飯だけに、タコですからね、メインの具が、もう食感と香り、味、もうすべてがね、新しいレベルに上がった焼きそばだと思いました。そのやっぱり地元ね、タコ取れるんで、結構ね、結構っていうか、弁当にタコ入ってくることはありますね。なんかタコのぶつ切りのなんか酢の物、切り干し大根みたいなやつ入ってるやつとか、大根入りタコ酢の物みたいなやつとか、なんかタコの、甘い煮つけ的なのとかね、そういうのもね結構あるんですけど、うちのお母さんがですね、弁当で、高校の時弁当にタコを、まあ、いろんな家もたまに入れてくるんですよ。ね、タコ取れたっていう日とか、なんかタコをもらった、近所がもらったっていう日はね、その残りでちょっと入ってるっていうことも周りの人たちもあるんだけど、まあ、基本ね、めった、基本ちゃんとウインナーとか卵とかね、そういうのなんだけど、で、うちのお母さんもね、タコ入れてくることあったんですが、うちのね、前日のボイルタコ、うちの地元結構タコを生で食べるっていうことはもともとないんですよ。田舎なりの食べ方でやっぱり茹でて食べるっていうのが多いんですけど、タコのね、前日は刺身があったんですよ。そしたらね、開けたらさ、白飯にそのタコのその刺身っていうかね、ボイルタコのこの切ったやつがこう並んで、で白飯の上にこう座布団みたいにこう並んでて、で弁当でよくあるそのなんかこういうね、袋で破くタイプね、なんかついてきたんだよね、余ってて、醤油、寿司みたいなやつの醤油ね、醤油、あとなんかこのちっちゃい袋のわさび、だからお母さん白飯入れて、前日の残りのタコの刺身をそのまま乗せて、で、なんかで余ってた冷蔵庫に入ってたそのスーパーのね、ふぐろの醤油とふぐろのわさび、それを乗せる蓋、私の弁当がもうほんとタコだけだったんですよ。タコ刺し弁で、私はもうこう開けた瞬間、やべえと思ったんですが、もうこれはこの場合なんですけど、言うか言わないかっていうことになりますよね。ちょっとすいません、例えばちょっとね、汚いかもしれませんが、ちょっと例えばこのおならをしてしまった人がいた場合、その最初に俺したよっていう人もいますよね。だけどそのなんとか隠し通せるかって言ってこう言わないっていうね、パターンもあると思うんですが、もうこれは開けた瞬間に、あ、これもう周りの友達にバレるって思いますよね。その時に私は、あ、もうこれは全部座布団だから、これは無理だなと思いまして、この俺今日ちょっとすごいんだけどってこうね、先に言ってこうピーって開けたっけ、全部タコでね、とっても、受けたっていうのがありますけどね、まあ、取り替えて、まあ、タコ、私もね3キロぐらいタコだ、卵だっていうね、こうカスタムした、そのぐらい、あ、ちょっと待って、これが今日これに来てるんじゃないでしょうかね、タコ飯風、あの時のお母さん弁当がちょっとこう静川高校に伝統になっていて、タコ飯風になってるんじゃあるまいか、うん、そうなんじゃないの、今ね僕の同級生
その時言ったでしょ、今静岡高校の先生だもんね、それ入れた。ねえ、あの時言ったもんね。はい、ということで、それでは最後に評価額発表させていただきます。南三陸町静川高校のペヤング焼きそばのコラボ一食分140万円。140万円でございます。こんなことだってないですもん。だって私が高校入った時に、静川高校が一番話題になった時はいつだってなると、結構ね、周りから聞こえくのは、あれはね、静川旋風の時だね、新聞載ったんだから、静川旋風の時新聞載ったんだから、静川高校は。静川旋風っていうのは何かというと、静川高校の野球部が宮城県大会の準優勝ぐらいまで行ったんですよ。甲子園行ったわけじゃないです、準優勝までは行ったんです。それがでも静川高校からしたら、私の世代で言うと15年20年ぐらい上の世代の話なんですけど、それが未だに僕の時語り継がれてますから、甲子園あと一歩、この公立高校でね、少ない人数でこうコツコツとやった野球部が宮城県を轟かしたぞっていうのがね、これが20年ぐらいも私の世代も言って、多分今もね、もしかしたら静川旋風と新聞載ったっていうのはね、今の静川高校も語り継いでると思いますが、だからこれもう静川旋風よ、2回目でかい、1回目超えてるわ、1回目超えてるでしょ、これ全国だもんだって。これ静川旋風、静川高校の皆さんおめでとうございます。あなたたちが新時代の静川旋風だ。はい、ということで、ぜひ私ね、ね、公式にでも、静川高校行って、このペヤング焼きそばね、全然ペヤング焼きそばの公式で、公式としても全然静川高校で食べるという企画、やっても全然大丈夫ですんで、静川高校のね、公式としてももちろんいいんで、ぜひね、そのコラボを私架け橋としてね、静川高校で食べる、あるいはそしてそのまま、講演会をするね、防災本を紹介するね、そういうのもね、全然できますんで、ぜひ静川高校様、ペヤングヌードル様、すいません、ペヤングヌードルになっちゃったら口が、すいません、うちの地元ペヤングヌードル、ペヤング焼きそばさん、よろしくお願いいたします。お待ちしております。はい、ということでございました。ぜひ皆さん、この静川高校の大事件をね、一緒にこう味わっていただければなと思います。また何かありましたら紹介させていただきます。ありがとうございます。ハエアレヤ、ハエアレヤ、静川高校。結構ね、釣りしてるとタコ釣れるんですよ、うちの地元で。普通に青い染めってこう釣ってると、海藻に引っかかってたかなーみたいな、こうちょっと、もう根詰まりしたみたいな、引っかかったなーって思って、こう海藻かなーと思って、むにゅむにゅするなーっつって、無理やりもういやっつってこうね、糸切れてももう仕方ねーっつって、こう最後ね、引っ張るとタゴ引っかかってくるときますよね、タゴ。そうするとね、うちの地元のあるあるだと、もう僕のいた当時は二層式の洗濯機がですね、漁業の家とか、ちょっとタコ取れるあたりの家にはありまして、二層式の洗濯機が外にあるんですよ。外にあって、で、そのタゴをぬめり取りたいのでね、タゴをですね、こう塩、粗塩をめっちゃね、塗ったぐるが、あるいはタゴを洗濯機にそのまま入れて、上から粗塩、塩したタゴでもって洗濯機をオン。そうすると、塩で揉んで、ぬめりが取れると。ね、タゴ洗うように、外に洗濯機があるっていうね、家の中のフグ用と外にタゴ用の洗濯機がある、ね、メーカーは同じ日立、そんな感じなんですけど、そのね、タゴ用の洗濯機があるっていうのもね、うちの地元のあるあるではあったんですが、ね、よくタゴ取れるんですよ、ね、めちゃくちゃうまいんですよ。もうカニだのエビだのね、めっちゃ食ってるんで、すげえうまい、味のうまいタゴなんですけど、で、静川高校の話なんですけど、静川高校は町の中心部にありまして、ちょっと小高いところにね、上がってくるんですよ。校舎がね、2棟に分かれてて、で、渡り廊下があるんですよ。こう、H みたいな形になるんですよ。簡単に言うと。渡り廊下で H みたいな。校舎、H の渡り廊下で繋がってるみたいな。で、この渡り廊下の、この下の部分がこう、昇降口みたいなね。学校、昇降口みたいに入ってて。で、ベランダがこう、両側こう、ね、見えるっていうか、で、渡り廊下で繋がってるって感じなんですよ。でね、お弁当の時間とかになると、渡り廊下の上の階ってもう屋根ないんですよ。普通に野ざらしな渡り廊下なんですけど、一番上の
そこで結構ね、弁当食うっていうのがね、当時、あって。で、弁当さ、多分今の在校生、その渡り廊下って絶対これ食ってるよね。うん。で、そこで弁当食ってたんだけど、そしたら誰かしらね、ちょっと弁当食べてると、ウィンナーとか、なんか、コロッとこう落としたりはしますよね。で、そうするとね、タカが来てね、パーって取っていくんだよ、ね。タカが来てこう、パーって取っていくの。で、うおーみたいな。そうすると、この H 型だからさ、渡り廊下もみんな見えるじゃん。で、おー、タカなんか持ってったーみたいな。で、こう、ベランダでこう食べる人もいれば、渡り廊下で食べてる人はもう、うわー、持って帰りだーみたいな。そこでちょっと思ったのが、あ、これだったら、なんかね、弁当、なんか曲芸みたいに持ってってもらえるのかなと思って。なんかもう、フルフェイスのね、ヘルメットをですね、私被りまして。で、渡り廊下の真ん中にこう戻ってきまして。で、弁当のお母さんの卵焼き。あ、うち卵焼きは巻いてなくて、皿焼きって言ってね、フライパンで焼いたのをこう、さいの目に切ってね、重ねて、で、巻いた風に見せるっていうね、ミルフィーユ状にこう、一枚一枚がこう、バラバラになってんですけど、その一枚をね、こう、取ってね、フルフェイスのヘルメットで、こう、上に立つ。そしたらね、もう渡り廊下のみんなとか、なんか、ベランダのみんなとかね、なんかやってる、なんかやってるみたいな。そしたら、タカがね、こう、ピューって来てね、俺がこう、立ってるんですね、フルフェイス。そうすると、来た来た来た、タカが来た、タカが来たみたいな、ヒューンみたいな。取らないみたいな。おー、取らない。ヒュー、来た来た、次来た、次来た、次来た、取らない。あ、来た来た、また来た、また来たみたいな。で、こう、パシッと取ってって、うおーみたいな。持ってったーみたいな。ね、わーね。で、フルフェイスを取ってね。まあ、宇宙を救ったよ、みたいなぐらいのドヤ顔して、そういう感じだったんですけどね。